フリードリ・ヒビルヘルムフリードリ・ヒビルヘルムはブランデンブルク選定を及びプロイセン公。プロイセン公国をポーランド支配から解放しフェールベリンの戦いなどに勝利して領内からスウェーデン勢力を駆逐したため大選定公と称えられる。フリードリ・ヒビルヘルムは1620年2月16日ベルリン近郊のケルンでブランデンブルク選定公。 ゲオルク・ビルヘルムとその日であるプファルツ先帝公、フリードリヒ4世の娘エリーザベト・シャルロッテの間に生まれた。1627年、30年戦争から逃れて、キュストリンに移り、1634年から1638年まで、オランダへ留学していた。1640年、父の死去に伴って、フリードリヒ・ビルヘルムは若干20歳で、 ブランデンブルク選定校となるが、まだブランデンブルクが不穏な状態にある、タメプロイセンに泊まった。1642年に、グスタフ2世位、アドルフの娘で16歳の10枚、スウェーデン女をクリスティーナに求婚するが、この縁談は破談となった。彼女がカトリックに同情的であったためと思われる。1643年に、ブランデンブルクへ戻り、初めて、ベルリンを訪れ。 進化から中世の誓いを受ける。1646年に母の10枚ルイーゼ・ヘンリエッテと結婚し、クレイフェンに移った。1650年に義兄のオランダ総督ウィレム2世が亡くなり妻の老い、ウィレム3世が幼少のため、オランダが無総督時代に移行すると、シュートメアマーリエとウィレム3世の母、メアリー・ヘンリエッタと共に、ウィレム3世の後見人を務めた。 父の代の1637年に、ボンメルン公国の統治者が死亡して、スウェーデンとブランデンブルクとの争いが発生。フリードリ・ヒビルヘルムは継承権を主張したが、1648年のベスト・ファーレン条約で、スウェーデンが西部を、ブランデンブルクはあまり価値がない東部を相続することになった。この時から、軍備拡張を政策に掲げ、1653年に、地方議会から、 ユンカーの特権保障と引き換えに課税権の承認を受け、常備軍の設置に必要な税制の整備を始めた。クレイフェやプロイセンでも反対を受けつつ、課税は成功し、この後の戦いを勝ち抜くための基礎となった。1655年、プロイセン公国の創始国をポーランドからスウェーデンへと変えたフリードリヒビルヘルムは、翌1656年、 ワルシャワの戦いでスウェーデンと共に戦って、ポーランドロシア連合軍を破り、ラビアウ条約でプロイセンの主権を獲得した。しかし、プロイセンの支配権を安定させるため、先抵抗はその後もしばしば同盟の相手を変えながら、ユトランドやフォアボンメルンを転戦する。1660年のオリバ条約で、フリードリヒビルヘルムは最終的な支配権を獲得し、 ケーニヒスベルクで起こった暴動も鎮圧して住民に忠誠を誓わせた。この時点でプロイセンはポーランドとスウェーデンの総主化から脱し自立、先抵抗としては新生ローマ皇帝の進化であったが、すでにブランデンブルクプロイセンは北東ヨーロッパにおける地位を築いていた。また、直接税と間接税による恒常的な財源確保及び、 官僚機構の整備による中央集権化も進みブランデンブルクは徐々に発展していった。フリードリヒビルヘルム1672年に仏乱戦争が勃発すると当初はフランス王国と同盟を結んでいた関係で中立だったがオランダと条約を結びフランスから離反した。しかし1673年にはフランス大元帥チュレンヌニ領土を攻め込まれ一旦は僕。 翌1674年に再度反フランスに転じて、アルザスで帝国軍と合流したが、1675年1月5日にトゥレンヌの奇襲を受けて敗走、アルザスから撤退した。この後、フランスを類14世と結んだスウェーデンがドイツに侵入したため、機体転戦してスウェーデンとの戦争を始めた。1675年6月18日、 フリードリヒビルヘルムは、スウェーデン軍を、ベルリン近郊のフェールベリンで、勝利。続いて1676年から1679年まで、マエポンベルン、東プロイセン、シュテッティンでも、スウェーデンと戦い、1678年には、艦隊を率いて、リューゲン島やシュトラールズンと、グライフスバルトに遠征して、バルト海を支配するスウェーデンをはじめ、周辺国を威圧した。 この艦隊はさらに増強されて、遠く西アフリカ沿岸にまで遠征し、ギニアにグロースフリードリッシュを建設したり、奴隷貿易に携わったりしている。そして1679年にフランス主導のもと、スウェーデンとサンジェルマンの講和を行い、ポンメルンを返還したが、ブランデンブルクプロイセンからのスウェーデンの影響力を完全に排除させることに成功した。 1685年10月29日、フリードリヒビルヘルムは、ポツダム直令を発し、フォンテーヌ・ブローの直令によって、フランスから流入したユグノー難民に避難所を与えた。この直令によって、ブランデンブルクには2万の難民が移住し、そのうち5000は、ベルリンに住み、フランスの高度な技術や文化をブランデンブルクに伝えた。翌1686年に神聖ローマ皇帝。 レオポルト一世をはじめとする帝国諸公とアウクスブルク同盟を締結してフランスに備えた。1688年5月9日、68歳でポツダムで没し、息子のフリードリヒ3世が後を継いだ。大戦抵抗が残した常備軍の兵力は3万に上り、その税制や移民を受け入れる宗教的寛容とともに後のプロイセン王国を築く基礎となった。 1646年12月7日、フリードリヒビルヘルムは、ハーグで、ネーデルラント総督のオランニエコー、フレデリック・ヘンドリックの娘、ルイーゼ・ヘンリエッテと最初の結婚をし、マニゴ・ナン・一チを設けた。ルイーゼとは1667年に死別した。1668年6月14日、フリードリヒビルヘルムは、ハルバーシュタット近郊のグレーニン現場において、 シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダー・ブルク・グリックスブルク公フィリップの娘、ドロテア・ゾフィーと結婚式を挙げた。ドロテアは、リューネブルク公クリスティアン・ルート・ビヒの未亡人であり、再婚同士の夫婦であった。夫妻は4男3女に恵まれた。ドロテアは、選定効果を告げない自分の産んだ息子たちの財産を確保するため、シュベートとビルデンブルフの領地を購入した。 1701年にママコの先定校、フリードリヒ3世がプロイセンの王となった際、ドロテアの生んだ息子たちもプロイセンの王子及びブランデンブルク返教博の称号を与えられた。彼らの家系はブランデンブルクシュベート返教博家と呼ばれ、1788年までプロイセン王家の分家として存続した。また、ドロテアは夫の心を動かし、 ブランデンブルク選定綱領をフリードリヒ3世と自分の息子たちの間で分割相続させるという約束を一時的に取り付けることまでした。後に撤回されたこの約束のためフリードリヒ3世はイボテたちとの間で即位50年にわたって揉めることになった。ナルセ、P48P49、ハフナー、P41、トモキヨ、P105、ナルセ、 P50P55、ハフナー、P35P37、トモキヨ、P132、P178、P179、P190、P193、P199、P201、P204、P214、P216。ありがとうございます。